皆さんこんにちは。こんにちは。私たちは日本一周を達成して中古のハイエースを購入し、私たちの大好きな車中泊キャンプ仕様にキャンピングカーに DIY をしてきました。今回は車中泊仕様のハイエースのルームツアーをしていきたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。じゃあ早速後ろから中にご案内していきます。よいしょ。はい、中は全体的にはこんな感じのレイアウトになっています。ベッドは2段式なんですが、今はもう全部下の段に置いてくつろぎモードにしています。じゃあ実際に中に入ってみるとこんな感じでくつろげるようになっています。いいよねこのモード、うん、このモードすごい好き、うん、ただこのモードで2人で寝るのはちょっと狭いんだよね、うんうん、だから1人で寝るときとかもう本当に晩酌するときとかはこのモードでもいいのかなっていう感じです。はい、はい、壁はこんな感じでマフラーとか干せるようにフックをつけてハンガーかけてます、うん、でこっちは2人のお風呂セットをかけています。でお風呂セットがね結構ビチャビチャになった時に床がね水染みてちょっと腐ったら嫌だったので壁にかけるようにしました、うん、あとねベタ置きしてるとねシャンプーとかのポンプが誤作動してね中が漏れちゃう可能性があるからね、っていうかあったからね。そう、日本一周で散々痛い目見てきたので学びました。続いてこっちの壁に行きます。こっち側の壁はねスブのサンダルを買った時にこの可愛い袋がついてきたので私の化粧ポーチとかこれ入れるのにちょうどいいなっていうのでかけてます。でその横にはこのティッシュケースです。ティッシュケースはゴードンミラーのティッシュケースがすごい可愛くて、私たちが欲しかった色味がねこの色でちょうどあったのでゴードンミラーデビューしてみました。はいここはいろいろかけれるのでメガネとかここにかけようかなと思ってます。あとね私たちのお気に入りがこのブランケットで、これ軟綿素材なんですよ。なのでキャンプでも使えるし、何よりもこれ畳んでコンパクトにクッションになるんです可愛いよな。可愛いし肌触りがめちゃくちゃいい。 そして身にまとうとめっちゃあったかいめっちゃあったかいよな。こんな感じの、はい、袋があります。続いてここのクッションの下を収納にしているんですが、開けるとこんな感じでここにはキャンプグッズが入っています。 BOD のタープだったりとか、あとはチビとボーのドッグコットが2つ入ってます。でランタンも入っております。で前の部分にはキッチン用品入れてます。マルチグリドル、まあ、キッチンツールとかを入れてます。あとは実際に後で置いてみようと思うんですが、ゆうたさんが DIY したお盆が入ってます、はい、これ大活躍です使い方は後で説明します、うん、車内でお料理するときは前のキッチンの天板を使うのでキッチン用品は基本的には前に置いております。で反対側のクッションの下は、後ろ側はまだ何も入れてません。っていうのもここ長期車中泊の時とかに着替えの予備だったりとか現地で買ったお土産とかをここに入れれたらいいなと思ってここは開けてます。あとは水とかね、そういった備蓄関係も入れられたらなと思ってます、ね、はい、結構広いね。広い、はい、前のスペースは PC だったりとか、あとはカメラ、三脚などといった基本的には撮影機材をここに入れてます。ここがねちょっともう一番危険なところやな、なんかあったらそうだね、一番高価なものが入ってるからねはい、なのでしっかりとホールドしてよいしょ、輸送してます。で、私が今座っているベッドなんですが、めくるとじゃん、こんな感じで6つのクッションになっています。で、この6つのクッションを使っていろんな使い方ができるので次はそちらをご紹介していきたいと思います。これは一番こだわりましたゆうたさんの一押しです。こんな感じでまず一つ目はカウンターモードにできます。目の前に絶景とかね、今はちょっと海が広がってたりするんです。そんな時はここでゆっくりお茶飲んだりとか、はい、ちょっとパソコン作業したりとか、うん、できるようになってます。これね、もうちょっとだけテーブルの面積欲しいって時は2個やればね、はい、ここまで下がるので、そうそうそう、2人で並んでゆっくり食事とかもできるかなって感じです、うん、はい、はい、その場面場面に応じた、ね、展開をすることができます、はい、じゃあ次は対面でご飯が食べれるようにしていきます。はい、こんな感じでご飯を食べることができます、はい、ちょっと天然こたつみたいになってるな、そうそうそう布団の布団と布団の間に私たちが入っています、うん、
でもこれ電気毛布入れたらマジでこたつと一緒よね。あったかいよ、だいぶ。でですよ、うん、こうなった時にさっきのお盆が役に立った時が来ました。はい、はい、こんな感じで2つで合わせると下はクッションなんですが、しっかりと安定した食事台になります。ここがね、コップがちょうど入るように切り抜いてるんですよ、うん、なので転倒防止もぴったり。はい、はい、では最後にベッドにしていきます。はい、こんな感じでベッドになりました。このベッド気持ちいいよね。気持ちいい、ふかふか。ちなみにこのベッドは横幅147センチで縦が182センチで作っているので、もう全然広々と寝れます。はい、で私たちワンコ2匹いるんですけれども、全然大丈夫だったね。全然大丈夫、2人とも気持ちよさそうに寝てたな。うんな感じで、はい、寝れます。唯一ね、もう少し贅沢を言うと、ちょっと天井の高さが ね欲しかったかなっていう。二段にしたからね、どうしてもあれやったんですけど、それはハイルーフにしなあかんな。そうそうそうまあただね、これから説明する一番下の収納スペースを確保したかったからね。そう、はい、なので私たちのこのベッドの下にある次は収納をご紹介していきます。じゃ下はこんな感じで、下の段に合わせて収納をぴったりしてきます。はい、大変やったな。大変やった、はい、でこれが焚き火台です。で横にあるコンテナボックスがこんな感じで、焚き火関係のものをメインに入れております。基本キャンプで使うものって感じだよね。でその後ろに収納しているのがキャンプチェアで、これは2脚置いてます。でここにね、 2×4 の木材が5本入っているんですが、これも一応キャンプギアです。はい、なのでこちらはキャンプ動画でどんな感じで使っているのかお楽しみいただければと思います。で前方のスペースが、これもキャンプギアで巻き置き兼テーブルになっています。はい、でこっちがゆうたさんの着替えが入っています。うん、でここが私の着替えが入っていて、こっちが主にキッチン用品のギアだったりとかグッズが、アイテムが入っています。車内でもね、キッチン用品使う率が高いから、うん、自分の着替えは優先度を下げて真ん中に行ってはい、ようちゃんの着替えと、はい、あとはキッチン用品が前に来てます。はい、はい、さすが一家の大黒柱、自分は控えめです。はいちなみにこのベッドマットなんですが、さっきご紹介したこの収納の後方の部分に6枚とも収納できるようになっているので、キャンプとか車中泊に行かないときはこれを直して物を運んだりとか置き物買いに行ったりとかね、うん、するのにもできるように一応しています。ハイエースの収納力をね、潰さないようには作りました。はい頑張ってくれました。で今の時期は結構アウターとか着るので、こんな感じで何箇所かハンガーをかけれるフックをつけています。こういったね、キッチンツール、キッチンペーパー入ってるんですけど、こういうのもかけれるので、お料理中とかここにかけて使えるようにしたりしています。基本的にそこのハンガーを使うときは寝るときだよね、うん、で後ろにもハンガーフックがあって、移動中とかね、そっち側でかけたりしてます。はい、なんか使い分けたりしてるよ ね、 そうだね、そのシーンに応じて、うん、でここにはもうゆうたさんがずっと欲しがってたランタンがあります。はい、はい、じゃじゃまペトロマックスがありますよこれで、ね、日本一周してる時は大きいから置けるところがなくて断念してて、ね、うん、なので車が大きくなった時にお迎えします。はい、はい、ただハイエースでも置き場所に今困ってます、はい、ちょっとね、いろいろとどこに置こうかなっていう。そうそうそう、これちなみに輸送時はこの下のポータブル電源を手前にして、ここの隙間に置くようにしています。で私たちサブバッテリーシステムをこの中に組んでいるんですが、一応ポータブル電源のジャクリーも持って行ってます。1500です。でサブバッテリーシステムから AC コンセント使えるようにはなっているんですが、ジャクリーの方が使い勝手めちゃくちゃいいので、サブバッテリーシステムからジャクリーを充電させて電源はジャクリーから取るっていう風にしています。はい、はい、まあ、その使い方がいいのかどうか置いといてねちょっとね、なんかいろいろとご意見ありそうですが、はい、まあ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 、ちょっと便利さを優先しています、うん、はい、ちなみにここがサブバッテリーのスイッチで、室内灯、切る、入れるがあって、こっちが水道です。で、あとの3つはまだ何もありません。で、こっちはシガーソケットが使えるようになっていて、こっち側が、よいしょ、
USB になっています、はい、でそのスイッチパネルの下にはサブバッテリーの残量が分かるようにバッテリーモニターを入れてます、うん、はい、はい、今は 100% です。でここにすごい存在感のある大きいボックスがあるんですが、これがゆうたさんが DIY して作ってくれたスパイスボックスです。これね、家とあと車中泊とキャンプで同じものを使いたかったから結構大きめに設計してる。そうやな、うん、家仕様だもんね。そうでもやっぱり車中泊でもキャンプでも調味料ってちょっとした時に欲しいなって思う機会がすごい多いので持っていくようにしています。はい、はい、だから料理する時は出来合いのタレとかねじゃなくて自分たちで調味料を調合して作るっていうのを心がけてます。はい、でこのスパイスボックスの下も収納ボックスになっているんですが、今この中には何も入っていなくって、ちょっとねスープとか味噌汁とかインスタント系のものを補充しておきたいなと思っています。こっち側は基本的には調理をする台にしようかなと思っています。なのでここでお野菜切ったりとかコンロを使ってお料理をしていく予定です。でここを開けると、はい、こんな感じになっていて、真ん中が水道です。今はタンクに水は入れていないんですが、ここにあるスイッチを押すと水道を使えるようになっています。でこっち側にはジャクリのポータブル電源のコンセント、電源コンセントだったりとかケトルとか入れてます。でこちらにはカセットコンロと DIY したハイエースで日本一周をされているバンライフ教さんが一酸化炭素チェッカーをくださってありがとうございます。ありがとうございますそれを入れてます、はい、なのでねしっかりと気をつけていきたいと思います。でここが靴箱になっています。で靴箱は上の面が取れるようになっているので拭き取って清潔を保てることができます。ちなみにここは開くようになってるんですけど、ハイエースにもともとついてた工具を入れてます。はい、で私たちキッチンがスライド式になっていて、こんな感じで展開することができます。なのでキャンプの時とか外から水道が使えるようにしています。あとは給水排水のタンクが取れたり、はい、ここにキャンプの薪を入れてたりねします、はい、あとは食材とかもし買った時はここに置いておくのがいいのかなと思っています。今は冬の時期だからね冷蔵庫積んでないけれども、はい、夏になったらねここに入るぐらいのサイズの冷蔵庫を買えたら嬉しいと思ってますまだ未定です、はい、ちなみに運転席助手席との間にもギアを入れております、はい、他には DOD のテーブルとベンチとなる枠を入れております、はい、後ろの時にねご紹介したの 2x4 と合体させる感じなので、ぜひキャンプ動画でお楽しみいただければと思います。リアなんですが、リアにも LED ライトをつけていて、ここにスイッチがあるので押すとこんな感じで明るくなります。なのでキャンプ場とか暗い時とかね、この下で作業をするのにもいいのかなと思ってつけました。で車に2箇所リードフックもつけていて、1箇所がリアの部分、ここにリードフックと前のキッチン棚の横のところにもリードフックをつけています。あとは私たち今回車高を出したくなかったので上にソーラーパネルはつけていないんですが、その代わり外部充電をつけました。なので電源が使えるサイトがあるキャンプ場だったりとか家とかでもね外部充電でサブバッテリーを充電させることができます。はい、今のところね走行充電で全然なんとかなってるよね。そうだね、私たち1回の移動距離が半端ないから大体は走行充電で賄います。で最後になるんですが、私たち今回塗装も自分たちでして、ボディは宝塗料のビスケット色で、オーバーフェンダーもつけました、はい、オーバーフェンダーはチッピング加工を自分たちでしています。タイヤは今スタッドレスタイヤを履いていて純正なんですが、もうねノーマルタイヤをね捨てちゃったんよね。うん、あの処分した、はい、はい、なので次のノーマルタイヤはちょっとねかっこいいタイヤにしたいなと思っているのでお仕事頑張ります。はいで運転席周りはまだ全然何もいじってない状態なんですがね、これはねカスタムパーツ買ったりとか、あとは今シートをねちょっと特注でお願いしていて、それが納品されるのが1月中旬下旬ぐらいなので、また届いたら助手席運転席の部分を少しいじりたいと思ってます。はい、その時はまた動画撮りたいなと思っています。じゃあ今回は私たちが車中泊キャンプ仕様に DIY した車のルームツアーをさせていただきました。
今後この車で全国のキャンプ場や車中泊スポットを回っていく動画を配信していきますので、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。では本日も動画ご視聴いただきありがとうございます。